日本語能力試験懲戒 N1 問題11番市役所で女の人と男の人が話しています男の人はこの後まず何をしなければなりませんか 田中さん、来週の講演会頼んでた講演者3人のうち1人が急に入院されたそうで辞退したいって連絡が来たのえそうなんですかじゃあ講演会どうしましょうもし中止にするなら申し込まれた方にすぐ連絡しないといけないですよねうーん差し当たり他の2人の講演者の方に連絡して講演時間を延長できるかどうか聞いてもらえないあはいわかりました本当は代わりの人を探せたらいいんだけど 来週だからちょっと厳しいよねそうですねもし延長がダメだったら時間どうしますかその場合は空いた時間で何ができるか考えようはい男の人はこの後まず何をしなければなりませんか 2>, 2番。女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこれからマラソン大会に向けてどうしますか佐藤くん、今年も10月の市民マラソン大会に出るんでしょうん。私も申し込んだんだ。フルマラソンは初めてだから練習方法とかアドバイスもらえるあと半年で何ができるか。 私、どうしても最後まで走りきりたいんだ。そうだなぁ。まずは腕の振り方とか姿勢とか、フォームが大事かな。でも、この前一緒に走った時に思ったけど、フォーム綺麗だよね。本当よかった。今は週3日のペースで走ってるんだけど、もう少し増やした方がいいかな。授業で忙しいし、なかなか増やせないんだけど。休養日も必要だから、それぐらいがいいよ。 むやみに走る回数増やすと足を痛めちゃったりするし。それより、とにかく筋肉を鍛えること。スポーツジムとか通わなきゃいけないかな今、大学までは電車で来てるんだよね。それを自転車にすると結構足腰鍛えられるよ。いえ、自転車で通えるぐらいでしょなるほど。雨の日は辛いけどね。ジムだと時間もお金もかかるでしょ。うん。じゃあ、明日からやってみるね。 女の学生はこれからマラソン大会に向けてどうしますか3番会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから新たに 何をすることにしましたか山田さん、入社して半年経ったけど、どう書類の作成とか遅れがちみたいだけど。あ、課長。申し訳ありません。締め切りを紙に書いて机とか目につくところに貼ったりして、自分なりに頑張ってるつもりなんですが、間に合わないことが多くて。仕事の優先順位はつけてる 朝出社した時にその日にすることをメモ書きして仕事の順序を決めるだけでも効率は違ってくるよ。一応やってるんですが。じゃあ個々の仕事の進め方かな。山田さんは書類作るのにどのくらいかかってるか把握してるそこまでは目の前の仕事をやるのに精一杯で。そっか。僕が新人の時は仕事が終わるたびにちゃんと書いてたよ。そうすると自然とどうやったら効率的にできるか見えてきたよ。 やってみて。わかりました。仕事のアドバイスもらったら次に活かすようにしてね。はい。教えていただいたことはメモに残してます。女の人はこれから新たに何をすることにしましたか 4番。ボランティアサークルのリーダーと女の人が話しています。女の人は清掃の日、どの作業をしますか島田さん、来月の公園清掃ボランティア、小学生も来るからね。ああ、毎年恒例ですよね。うん。島田さんは去年は確かベンチの落書き消すのやってくれたよね。今回も同じでいい 今回は子供たちと何か一緒に作業したいです。落書き消しは大人しかできないですよね。そうだね。薬品使うからね。えーっと、子供たちと一緒にする作業っていうと、子供たちにはゴミを拾うグループと落ち葉を集めるグループに分かれて作業をしてもらう予定なんだ。落ち葉拾いは今まではやったことないんだけど、公園の管理事務所に依頼されてね。そうですか。 今回初めてだから、島田さんがいてくれたら安心だな。お願いできるはい。花壇の雑草を抜くのは今回やらなくていいんですかやるんだけど、花壇は道路沿いで危ないから、子供にはさせられないからね。一応そっちは人手は確保できそうだし。わかりました。女の人は清掃の日、どの作業をしますか 5番大学で演劇部の男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後どのようにポスターを直しますか先輩、次回の公演のポスターなんですが、下書き見てもらえましたかうん、これね。青空を主人公の青年が飛んでるって構図、すごく斬新だよね。 夏の日って芝居のタイトルとも雰囲気合ってるし。ありがとうございます。そのタイトルなんですけど、空の部分に白い文字で入れたんですけど、どうですか書体は洗練された感じでいいけど、背景の空、ほんの少しだけ色を濃くしてみたらどうかな。そしたらタイトルの文字も際立ってくると思うんだけど。そうですね。あとは、ポスターにあらすじはいらないっていう案もあったけど、やっぱり残したんだね。 はい。だから、極力短くしてみました。うん。この程度だったらいいね。えっ、ー、と、出演者の名前は、漏れはないみたいだね。じゃあ、明日までにお願いできるはい。男の学生は、この後、どのようにポスターを直しますか 問題二。一番会社で男の人と女の人が話しています男の人は会社員が自宅で仕事をすることになったらどんな利点があると言っていますか男の人です知ってる 最近、自宅で仕事ができるようにしてる会社が増えてるんだって。インターネットを使って会社とやり取りしたりして。羨ましいと思わないへえ。そうできたら、通勤ラッシュも関係ないし、私の場合、往復の3時間がもっと効率よく使えて助かるな。それもそうだけど、それより会社で仕事してると、会議が入ったり電話がかかってきたりして、自分の思うように仕事を進められないことがあるでしょ そういうことが少ない環境で仕事できるのがメリットだと思うな。なるほど。通勤時間のことを言うなら、会社の近くに引っ越せば住む話だしね。まあね。あ、出勤しなくていいなら、暖かい南の島とかに住みたいな。<laughs> 週に何回かは出社しないといけなかったりするらしいよ。そっか。うちにいるなら、服とかは楽でいいね。服服なんて大した問題じゃないでしょ。 男の人は会社員が自宅で仕事をすることになったらどんな利点があると言っていますか 2> 2番テレビでアナウンサーが社長に発電機についてインタビューしています。 社長はどうしてこの発電機を開発したと言っていますか今日は発電機を開発、研究されている中村ラボの中村社長にお話を伺います。今回開発された発電機が桜新聞賞を受賞されたそうですが。ありがとうございます。うちは新しい発電機の開発を目指して仲間と作った会社なんですが、 今回遊び心で作ったものが評価されたようで、思わぬ受賞に驚いています。どのような発電機なんでしょうか楽しく発電できたらなと思って作ったんですけど、あ、これです。体につけて動くだけで発電ができるんです。体の動きに反応して発電量が変わるんですが、それが点数化されるんですよ。踊ったり誰かと一緒に競い合いながらやると楽しいですよ。そうですか。 将来は代替エネルギーの一つとしても期待できるんじゃないですかエネルギー対策ですか。発電量としてはビビたるものですよ。社長はどうしてこの発電機を開発したと言っていますか 3番女の人と男の人が話しています。男の人はどうして子供を田舎の学校に通わせることにしたと言っていますか村田さん、お子さんを山村留学させてるって本当ですか田舎にホームステイして現地の小学校に通うんですよねうん。 うちの子は生まれてからずっと都会しか知らなくてね。親戚もみんな東京にいるし、遊びも最近ゲームばっかりだったんで、それで思い切って田舎の方に留学させたんだ。へえ<ー>。今お世話になってるところは農家ばかりの小さい村なんだけど、自然がいっぱいで遊び場はたくさんあるし、現地の子と学年を超えて一緒に遊んで、すごくいい経験をさせてもらってるよ。本人も楽しいって言ってる。自立心も育つでしょうね。 でも、一人で行かせるの心配じゃなかったですかもともとしっかりしてる子でね。だから安心して行かせられたんだよ。そうですか。自然豊かな環境の中で、好奇心の赴くままに遊ばせたいと思って。なるほどね。あっちの学校にずっと通いたいって言われたら、どうするんですかそうなったら、僕も会社を辞めて田舎に住もうかな。 男の人はどうして子供を田舎の学校に通わせることにしたと言っていますか ?4 番。ラジオのニュースでアナウンサーが話しています。アナウンサーは発見された絵は どのような点で価値があると言っていますか人物画で知られる三田竹が子供時代に自身を描いたものと思われる一枚がある民家で発見されました。約100年前の作品で損傷が激しいものの筆使いなどを鑑定した結果本人のものと確認されました。30歳以降の作品しか残っていない画家だっただけに 大変貴重な発見となりました。今回発見された自画像は、晩年、妻と共同で制作した作品とともに、来月から花田美術館で展示予定だそうです。アナウンサーは、発見された絵は、どのような点で価値があると言っていますか 5番ラジオで専門家がある会社の研修について話しています。この研修の目的は何だと言っていますか最近ある食品会社が社員向けにちょっと珍しい研修を始めました。自給自足の生活が行われている小さな島があるんですがそこで約1か月過ごすというのです。 島ならではの技術を持つ漁師や農家の人から話を聞いたりすることはもちろん実際に生活をする中で人と生き物と食生活が海や森や畑の中でどう繋がっているのか見つめ直すことが期待されています小さな島の方が全体を見渡しやすいといいますこの会社では様々な地域でより多様な体験ができるよう研修先の開拓にも力を入れているそうです この研修の目的は何だと言っていますか ?6 番テレビの経済ニュースでアナウンサーが話しています。アナウンサーはスター電機の株価が上昇した理由は何だと言っていますか 大手パソコンメーカースター電機の株価が上昇中です。新しいパソコンの発表と同時に市場が敏感に反応しました。スター電機は売り上げが好調な他社と比べ業績が低迷していましたが、これが状況打破の第一歩となるのではと期待されています。同社は過去に社長が交代した際にも、新しく工場を建設した際にも、株価が大きく動くことがなかったことから、 アナウンサーはスター電機の株価が上昇した理由は何だと言っていますか 問題3。一番。会社で女の人と男の人が話しています。見て見て。昨日新しいスカーフを買ったの。お、綺麗な色だね。ありがとう。週末に街を歩いてて見つけて、つい買っちゃった。衝動買いしたのか。いらないもの買って後悔したりしたことないうん。 実は直感で選んだ服ほど長く着てるんだよね。いろいろ考えてから買うこともあるんだけど、そういうのはそこまで愛着が湧かないっていうか。そう言われると僕も思い当たることあるな。その場で即断できちゃうものって、それだけ引き付けるパワーがあるんじゃない人にも一目ぼれというか、会った瞬間に何か感じる人っているでしょそれと同じ。 女の人が言いたいことは何ですか 1, ?1 必要がないものを買うと後悔する 2, 2急いで買うと失敗する3迷わずに買ったものは飽きない4よく考えて買ったものは長く使える 2>, 2番テレビでアナウンサーが話していますトラックに生鮮食料品や雑貨などを乗せて移動しながら販売する移動式サービスがありますね買い物に不便な場所などで非常に喜ばれていますが実はいくつかの銀行でも同様のサービスを始めていますトラックに ATM の機械を積んで窓口業務をする人も一緒に移動するのですもとは 災害時の対応として始められたものでしたが、銀行のない地域に住んでいる人の不便だという声を受けて、災害時以外にも銀行のない地域を回るようにしたとのことです。今はまだ限られた地域での運用ですが、これらの銀行としてはサービスを向上させ、他の銀行との差別化を図りたいと考えているそうです。アナウンサーは、 何について話していますか ?1, 1> い,ろいろな移動式サービスの種類 2, 2災害に備えた地域の取り組み3銀行が移動式サービスを始めたこと四、銀行同士の競争が激しくなっていること 3番テレビで緑市の市の長が話しています我が緑市の桜並木は多くの観光客が訪れる大切な観光資源ですところが昨年の春より一部の桜に病気が発生しています何とか伐採せずに済む方法を模索しておりましたが他の木への感染が予想以上に早く対応が後手に回ってしまいました 毎年開催している桜祭りも今年は中止を検討しています。新しく木を植えるためにも木を切ることは避けられないと考えております。市長は何について話していますか <S ?1, 1 <S 桜祭りに来る客を増やすための対策二。 桜の木の病気に対する対応。3桜の木を切ることに反対する運動。4桜の木を新たに植える取り組み。四番 大学で先生が話しています。麦は昔から世界各地で様々な食品の原料として使われてきました。最近、ある研究チームが世界各地の野生の麦と栽培されている麦の DNA の配列を比較しました。その結果、現在世界で栽培されている麦がヨーロッパとアフリカに挟まれた地域の野生の品種に近いことを突き止めました。 もともと野生の麦は実が落ちやすく栽培には向かないのですが、実が落ちにくい突然変異の麦がこの地域で生まれ、それが世界各地で栽培されるようになったと考えられます。先生は何について話していますか ?1。現在栽培されている麦の始まり。 S 2, 2 <S 麦に関する研究の展望3麦を分類する方法4麦の突然変異の仕組み5番 取引先の会社で広告代理店の女の人がプレゼンテーションをしています。この度は、御社の広告キャンペーンをお任せいただきましてありがとうございます。来期は Web を中心に行う方向でお考えとのことでしたが、私どもとしましては、この商品の購入者が多く利用するメディアを中心にしたキャンペーンをご提案したいと思います。Web は、またはテレビコマーシャルも、 効果的な広告媒体ではあります。ただ、御社の商品を利用している方の多くは、高齢の方です。他の世代に比べて、新聞をよく読んでいます。もちろん、予算を分配して、ウェブやテレビコマーシャルを制作することも考えられますが、限られた予算を集中させた方が、効果を期待できると思います。女の人は、 広告についてどのようにすべきだと言っていますか ?1、Web を中心に行うべきだ 2>, 2、Web とテレビで行うべきだ3、新聞と Web とテレビで行うべきだ4、新聞に絞って行うべきだ 問題4一番今度のサークルの合宿僕も行きたかったなぁバイトが入ってなかったらなぁ 1, 1バイトの予定早く決まればいいね 2, 2バイト入ってなかったんだじゃあ行けるね三。 一緒に行くのを楽しみにしてたのに。2>, 2番。伊藤さん、探してたファイル、そこの棚にあるじゃない。1。うん、そこの棚にもないでしょ。二。え、本当？あった 三、早く見つかるといいんだけど。三番、田中くん、さっきの会議での一言、冴えてたね。一、ご期待に添えなくてすみません。二、はあ。 一言足りませんでしたか。いや、今日はたまたまです。4番ねえ、知ってるこの前一緒に見た映画で主役だった俳優。あの映画を最後に引退だって。 もう映画に出ないの結構好きだったんだけど。2, 2最後はどんな映画に出るんだろうね。3あの映画で引退を思いとどまったんだね。5番新しい会計システムの導入 どうやら1ヶ月ほどずれ込むようですよ。1, 1じゃあ予定通りですね。2, 2遅れるのは困りますね。3え、早まるんですか六番 昨日の打ち上げ、私が余計なこと言ったばっかりに、雰囲気が悪くなっちゃったんだ。1。1> でも、うっかり言わなくてよかったんじゃないの 2>, ?2。そんなに君ばっかり話してたんだ。3。そう。何言ったの 7番。テニス部の山田くん、優勝を逃して相当落ち込んでるみたいだよ。1。1> 優勝して目標を失ったんだね。2>, 2。そっか、残念だったろうね。3。だから機嫌がいいんだね。 8番白井さん、商品の発想あんなにあったのに、こんな短時間でこなしてくれたんだね。1、なんとか片付きました。2>, 2、え、もう終わりましたけど。3、3> どなたか手伝ってくださったんですか 9番昨日あなたがやったことは社会人としてあるまじき行為ですよ。1ありがとうございます。恐れ入ります。2, 2よくあることなんですね。ほっとしました。3, 3申し訳ありません。今後気をつけます。 10番お客様、本日お店の出口でプレゼントをお配りしています。レシートと引き換えにお受け取りください。1レシートを渡せばいいんですね。2, 2レシートは出口でもらえるんですね。3, 3レシートは見せなくていいんですね。 11番、今度入った木村さん、あの仕事ぶりじゃ先が思いやられるな。1、1> 将来性があるってこと 2>, ?2、新人なのに頼もしいね。3、まだ入ったばっかりだから。 問題5 1番 1> 会社で女の人と男の人が話しています今度のセミナーの会場200名収容可能な会場を見つかったあ課長はい候補を4つに絞ってリストにしました駅から徒歩圏内で駐車場があるところ あと、手荷物を預かってくれるサービスもあるといいということでしたよね。そうね。一つは、去年できたばかりの木村会館です。駅から徒歩5分とアクセスもよく、駐車場もあります。建物も綺麗で、セミナーには最適ですが、荷物は預かってくれないそうです。それから、山田ホテルも駅から徒歩5分ほどにあります。こちらはフロントで荷物を預かってくれます。広めの駐車場もあるんですが、 建物が若干古いですね。そう。次は井上セミナーハウス。駅から徒歩15分ですが、徒歩圏内だと思います。バスの本数も多いですし。駐車場も広くて、車で来る参加者が多い場合にも安心かと思います。荷物預かりサービスはありませんが、建物の中にコインロッカーがあります。駐車場が広いのはいいわね。ただ、15分ね。 今回は遠方からの参加者も多そうだし、泊まりで来られる方は荷物が多いし、やっぱり徒歩10分圏内で、ある程度車が置けるところがいいわね。駅からの近さという点では、高山ホールですね。駅の真上にあって、アクセスは非常にいいです。真上いいわね。はい。荷物も預かってくれるんですが、駅なので駐車場の確保は難しいですね。そう。駅の上は魅力的だけど、 やっぱり駐車場があった方がいいわね。で、荷物も会場に預けられて近いところっていうと、ここかな。予約を入れてくれる女の人は、どの会場を予約するよう頼みましたか ?1、木村会館2、2> 山田ホテル 井上セミナーハウス4高山ホール 2>, 2番ラジオを聞いて夫婦が話しています。今日は 紅葉が美しい山を4つご紹介します。まず、ご家族でハイキングを楽しむのにもってこいなのが赤山です。ふもとのハイキングコースはなだらかで、1時間ほどでもみじ狩りが満喫できます。次の青山は、ふもとからロープウェイを利用すると、10分ほどで山頂に着きます。歩いても片道約1時間ですので、片道だけ歩いて色づくもみじを楽しむのもおすすめです。 それから緑山はロープウェイがなく、ふもとから山頂まで片道約3時間かかりますが、木の種類が多く、紅葉の美しさは全国的に知られています。最後は白山です。こちらは全校程歩くと2日かかる本格的な登山コースですが、山頂から見渡すもみじは一生に一度は見る価値があると言われる絶景スポットです。へー 一生に一度は見る価値があるってどんな景色なんだろう見てみたいな。ちょっと遠いけど、今週末は3日間の連休だし、行ってみようか。あれ行ってなかった今度の3連休は仕事休めないの。ごめん。来週末に日帰りで行ける山に行くのはどううん、いいよ。ハイキングだと少し物足りないかな。行きは1時間歩いて、もし疲れたら帰りはロープウェイも使えるところにする どうせなら紅葉が有名な方がいいな。私、長く歩くの平気だよ。じゃあ、来週末そこへ行こう。うん。で、何山だったっけ一生に一度はってところ。せっかくの三連休だし、友達を誘って行ってみたらそうだね。一人で家にいるのは退屈だし、そうするよ。質問一。二人は、 来週の週末、どの山へ行きますか質問2男の人は今週の3連休にどの山へ行きますか